トちゃん、雪村、これ食べ頃よ。食材は大量にある。どんどん焼け、肉も魚も。かしこまりました。姉も絶対マリアさんには少し早い気がしますが、コバトちゃんのために一生懸命焼いたのよ。ならばその串を差し出すがよい。私のお肉をコバトちゃんが。はん、うん、あもぐもぐするコバトちゃんもかわいいわ。ふん、忌まわしき玉ねぎめ、我に歯向かうとは。玉ねぎ嫌いなの？このような供物、我が食すには値せぬ。そんなに苦手なんだ。心底たる我は万物を超越している。苦手なものなどない。別に少しぐらい苦手なものがあってもいいと思うけど、なんかその方が断然燃えるし。クックック、人間には我の深淵なる言葉が理解できぬようだ。玉ねぎはどうするの？クックック、我は肉だけで十分だ。下等な昼の種族と一緒にするでない。そんなに受けと攻めを知りたいですか、マリアさん？それならば、うん、任せて。その知的探求心に敬意を表し。雪村、まずは攻めから。バーベキューの経験はあるか？バーベキューなどリア充のイベントだからな。それじゃあいただきます。うん、あふ、コバトちゃんからもらったバーベキュー、あ、うん、おいしい。クックック、我の闇の力に触れた供物、当然のこと。ねえねえ、コバトちゃんもやっぱり少し食べてみたら？玉ねぎもすっごく美味しいから。クックック、我には必要ないと言っておろう。あ、うん、ねえねえ、もう一つ食べちゃってもいい？え、あ、好きにするがいい。玉ねぎだってバーベキューのいじめを助長する恐れがある。なんと、ただの食事がいじめに。クック、結局攻めと受けって何なのだ？そんなに聞きたいなら仕方ありませんね。ねえ、コバトちゃんも食べてみない？ちょっとだけでもいいから。玉ねぎ、とりあえず一口だけ。ああ、コダカ、あんたからも何か言ってあげたら？コバト、一口だけ食べてみないかな。我が半身がそこまで言うのなら、お姉ちゃんも食べるから。うん、おいしい。ほらね、玉ねぎだってバーベキューのいじめを助長する恐れがある。なんでだよ。集団で何かしようとすればいじめの可能性は常に出てくるだろう。バーベキューでも同じことだ。事実、私は中学時代にバーベキューのせいで精神的な苦痛を与えられたのだ。何かあったのか？思い出したくもない。
あんちゃん。コバト、どうした？あいつしつこい。玉ねぎすっごく美味しいわ。あれ、お前の皿じゃないか。なにセナに食わせてんだよ。くっくっく、違うのだ。これはあの者が勝手に。言い訳するな。ちょっと、そんなに怒んないであげてよ。嫌いだからって、他の人に食べてもらっても意味ないだろ。苦手でも少しずつ食べられるようにならないと。そうだろ。皿の玉ねぎちゃんと食べるまで次のはなしだ。いいな。わかった。セナもコバとあんま甘やかさないでくれ。わかったわよ。コバトちゃん、無理しないでね。玉ねぎだってバーベキューのいじめを助長する恐れがある。いやいや、おかしい。しかし兄貴、夜空の姉子は事実、私は中学時代の遠足でバーベキューのせいで精神的な苦痛を与えられたのだ。何かあったのか。思い出したくもない。あんちゃん。玉ねぎだってバーベキューのいじめを助長する恐れがある。いや、やめろ。しかし子供に正しい知識を与えるのも年長者の務めではないかと。お前のは正しいというか腐ってる。なあお兄ちゃん、なんで止めるのだ。これはマリアが知らなくてもいいことなんだ。でも知らないと生きてる楽しみが半減します。だったら知りたいぞ。リカ、もうお前は黙っててくれ。チェ、玉ねぎだってバーベキューのいじめを助長する恐れがある。まだマリアには早い。そうなのか。先輩、子供から勉強する楽しみを奪うのはいかがなものかと。受けとか攻めとかは勉強すると楽しいのか。ええ、とっても楽しいですよ。仮にもシスターに有害な知識を与えないでくれ。あんちゃん。玉ねぎだってバーベキューのいじめを助長。何セナに食わせてんだよ。玉ねぎだってバーベキューのいじめを助長する恐れがある。何食ってんだよセナ。それコバトの玉ねぎだろ。うコダか。コバト、お前がちゃんと食べないからセナが食べてるんだろ。くっくっく、違うのだ。これはあの者が勝手に。言い訳するな。そんなに受けと攻めを知りたいですか。私が食べてあげるわ。夜空はバーベキューしたことないのか。ないわけではない。そうなのですか。私にも一度だけ経験がある。
中学校の遠足の時だ。姉子？いや、すまん。封印していた記憶を掘り起こしてしまったようだ。バーベキューを一人黙々と食べる。あの時のいたたまれなさと言ったら。私の話はもういい。実は私も中学の時バーベキューを体験しました。なんだ、雪村もやったことあるのか。はい、しかし私も夜空の姉子と同じです。危ないからとろくに手伝いをさせてもらえず、仲間外れにされました。雪村のは夜空とは違いそうだけどな。そんなことより妹がお前に酔うみたいだぞ。あんちゃん、そんなに受けと攻めを知りたいですか。私が食べてあげるわ。普通に答えていいからな、雪村。雪村は他の人と一緒に外で飯を食べたりしたことはあるか。それは家族も含めるのでしょうか。いや、まあ友達とか。そういえば夜空はバーベキューやったことあるのかよ。私にも一度だけ経験がある。中学校の遠足の時だ。そんなに受けと攻めを知りたいですか。私が食べてあげるわ。それマリアが眠そうだ。これからが面白くなるのですが。やめとけって。まあ仕方ありませんね。おいマリア、もう寝るか。あ、おお、食え食え。おや、急に目が覚めたようですね。あお、バーベキューってうまいな。焼いただけなのにすげー。以下の話を聞いてた時はあんなに眠そうだったのに。肉も、トモヤカシも、玉ねぎも、マリアは好き嫌いないんだな。コバトもこれくらい何でも食べるといいんだけど。コバトさんは偏食なんですか。ああ、玉ねぎとかも食えないし。吸血鬼だから玉ねぎが苦手なのか。それを言うならニンニクじゃないか。玉ねぎとニンニクは分類学的には仲間だぞ、お兄ちゃん。あ、そうなのか。ああ、吸血鬼のやつ、玉ねぎをセナに食べさせてるのだ。な、ロバートのやつ、何やってんだ。何セナに食わせてんだよ。そんなに受けと攻めを知りたいですか。私が食べてあげるわ。もう寝るか。まだ寝ないのだ。ここまで眠そうでは仕方ありませんね。BL の話はまたの機会に。いや、二度としないでくれ。知りたいですか。私が食べてあげるわ。
自分で食えよ、小鳩。口出しするのか、我が半身よ。いいじゃない、小高、それくらい。ダメだ、ちゃんと小鳩が食べないと。ほら、しっかり食べような。玉ねぎは嫌じゃ。ねえ、今日は特別ってことで見逃してあげたら？それやっちゃうと、多分次に玉ねぎ出した時も食べないだろう。そんなことないわよね、小鳩ちゃん。皿の玉ねぎちゃんと食べるまで次のはなしだ。いいな。わかった。セナも小鳩をあんま甘やかさないでくれ。はっ、わかったわよ。小鳩ちゃん、無理しないでね。知りたいですか、私が食べてあげるわ。セナ、ちゃんと小鳩に食わせろよ。そうだけど。小鳩もちゃんと自分で食べないとダメだろ。小鳩ちゃん、雪村、これ食べ頃よ。食材は大量にある。そんなにたくさん網に乗るのか？私は兄貴が男らしく完食する姿を見たいのです。いやいやいや、さすがにこの量は無理だろう。さようですか。心配するな、雪村。とりあえずお前は焼いてくれればいい。いいのか？むしろ全部食べきらないと理事長に失礼だとは思わないか？そうか？感触を持って感謝の念を示すのですね。というわけで、やれ、雪村。はい、お任せください。大丈夫かな？まあ気にするな。それよりもほっといていいのか？ん？何のことだ？肉がやたらとお前の妹に絡んでいるようだが。ああ、そうみたいだな。夜空の姉子、こちらの肉が焼けてきたようです。ああ、そんなに受けと攻めを知りたいですか、マリアさん。それならば、その知的探求心に敬意を表し。雪村、まずはバーベキューの経験はあるか？バーベキューなどリア充のイベントだからな。私にも一度だけ経験がある。中学校の遠足の時だ。小鳩ちゃん、雪村、これ食べ頃よ。食材は大量。そんなに焼いて食べきれるのか？どうせ明日には帰るのだ。この別荘に食べ物を残して帰るのももったいないだろう。それに合宿最後の晩だ。豪勢にしても罰は当たらない。むしろ全部食べきらないと理事長に失礼だとは思わないか？ちゃん、雪村、食材は大量にある。どんどん。子供に何話そうとしてる？え？なんでびっくりしてんだよ。だって BL の手ほどきなんて今時小学生くらいで普通じゃないですか？普通じゃねえよ。
気になるのだ。攻めと受けって何なのだ。いや、それは気にするな。というかマリア、すごく眠そうだな。うん、でも教えてほしいのだ。お困りですね、小高先輩。理科をお教えしましょうか。お任せください。 BL の歴史を含め、まずは受けと攻めの概念について3時間ほど語りましょう。お前は何もしないでくれ。いや、それは残念です。ところで小高先輩、あちらで小鳩さんが困っているようですが。そんなに受けと攻めを知りたいですか、マリアさん。それならば、その知的探求心に敬意を表し、雪村、まずはバーベキューの経験はあるか。バーベキューなどリア充のイベントだからな。雪村、食材は大量にある。そんなの知らなくていいんだぞ。そうなのか、お兄ちゃん。ああ、そうだ。小高先輩、なるほど。幼女は無垢なままの方がいいということですか。その方が自分色に染めがいがあると。さすが、ロリコンは発想が違いますね。思ってねえし、ロリコンじゃねえから。気になるのだ。コウバトちゃん、雪村、食材は大量にある。何受け取ろうとしてるんだ。まだ皿にたくさん玉ねぎ残ってるだろ。コバト、好き嫌いしちゃダメだっていつも言ってるだろ。このようなもの、我には必要ない。残してばっかりだともったいないし、体にも良くない。それに玉ねぎはいろんな料理に使われるから、食べられるようになった方がいいぞ。でも皿の玉ねぎちゃんと食べるまで次のはなしだ。いいな。わかった。エナも小鳩をあんま甘やかさないでくれ。わかったわよ。小鳩ちゃん、無理しないでね。雪村、食材は大量にある。いや、まだ小鳩の皿にあるだろう。あるって言っても玉ねぎだけじゃない。むしろ玉ねぎばっかりだからダメなんだろう。